公演してるから何の公演か分からんくなってきた。やばいやばい。あ、いた。これいった。シアターの女神入ってるって逆になんか1位とか、ね、狙ってみようかな逆にね、でもちょっとあれですね、あ、なかなかまたぎをしてないので、そのデフォで出てる公演は多いけど、まあ、他の公演をまたいだりはあまりしてないからなんかね、ちょっと M の覚えるポジション絶対にミスりましたね。もうあの一生出れへんみたいな、ちょっとフロントを覚えてしまったという、一生開かないようなポジションを覚えてしまったので、本当に一回きりになってしまいましたので、なかなかね、でも N 出た日にはほんまにちょっと働きすぎさすがにさすがに働きすぎなくらい、まあ、全公演出てるね、メンバーもいるもんね。ですが世代交代あと3回じゃないの、3回やし、あ、1回は2回公演やろ。それこそ1回きりになっちゃうメンバー決まったんや。あ、じゃあちょっともう厳しめ。いやでも普通に、ね、出てても結構いい、去年よりは順位上がるんちゃうかなって。去年はさ、やっぱ2公演出てる、またぎなし2公演出てて結構上やったんですよ。7位ぐらい、え、8位やったかな、9位やった8位やったかな、去年、今年、去年かやった気がするかな。でもね、じゃ今はね、紳士何回ぐらいなんやろ。なんかね、1位がホノピーやってんけど、そのホノピーとの差が結構30回、30、40回ぐらい差があって、結構ねどうしようって感じです どうなるんでしょうか。そう、差がありすぎて、今シンシン何回出てますか、体力的には。え、まず B2 公演がもうほんまに体力めっちゃ使うねん。だから他の公演がしんどくなさすぎて、なんか、え、こんなに楽な気持ちで公演終えていいのって思ってしまうくらい、なんかナンバラとかね、始まった時はもうちょっと何みたいなちょっともう無理やわみたいな感じ言ってたんですけど、あの今あの B2 をの2回公演とかをした今、ナンバラが楽すぎて、え、みたいな、え、もう終わったみたいな、え、まだ体力余ってるけどみたいな感じで終われるようになった。まあ、体力余ってるわ、嘘限界突破レベルがもうあの B2 が高すぎて、え、もうほんまに
に。あ、 MC 長いのはめちゃめちゃあるな。ナンバラは MC がすごい長くて10分くらいの MC がそのあるので、あ、今60回くらいなのかな、出てんの。心身ロックだよ。人生は一番体力使います。周りに勝るものはない。オープニングはそんなしんどくないんですけど、後半の追い上げがすごくて、まずロックだよ人生で、で一回体力全部使い切るんです。でその後に次のシーズンが来るんですよ。で次のシーズンって結構いい曲やんか、でいい曲やなって言って入れたんですけど、まさかあんな踊るとは。もうあのがむしゃら系の曲でやばいやばい。それでまたちょっと今限界突破一回します。でその後に、まあ、Give Me Five、 もう限界突破中、まあ、アンコールもずっと限界突破って感じで、夢のルートでとどめを刺されます。こんな感じです。なのでもう天使のユートピア公演はまずオープニングが全然あの終わったって感じで、でもう終わったのって感じなんですよ。そう、内緒で限界突破って感じなんですよ。もう大変。天使のユートピアはでも全然、天使のユートピアでうわ振動みたいな瞬間あんまりない。後半、うん、体力は全然使ってないかも。中間、後半の曲も、うん、そんな体力、まあ、全部泣きしめろっていう曲があるんですけど、それはまあ結構きてますね。もうほんまに全力元気でやったら結構もう限界突破はします、一旦ね。でもその後のホームで落ち着いて、でアンコールがもうしんどくないので、もうあのその後は全然大丈夫なんで、一旦ちょっと限界チラッくらい、チラッくらい限界突破します。大変ですよ。大阪魂どうなんやろう。でも多分今やってもしんどいと思いますね。まずユニットコーナーがないっていうのが、今はだって B2 でもユニットコーナーって、まあ、ちょっとは休憩してるやん。それがないでぶっ通しでそのもうやってるって考えると、やっぱ大阪魂もなかなかしんどかったと思う。どうなんやろ。でも昔の記憶ってさ、やっぱ忘れちゃうやん。どんだけ体力が必要やったか。夢逃げのことも、まあ、正直もうそんなに記憶が鮮明でなさすぎて、やっぱ5、6年ぐらい前なので、ちょっとねどんぐらいしんどかったかはちょっとあんまり思い出せないんですけど、でも今やったらそんなにしんどくないんちゃうかなと思う。意外と、あの時はさ、もう全部ガチガチに踊ってたわけやん。もう全てに力を込めてみたいな。今やったらさ、全部力入れたらいいっていうもんじゃないやないですか。全部全力で踊ればいいっていうものではないから、それがあの
ない、それがなくなった今やったらそのまた違うんではないかなと、まあ、コロ石は多分体力をたくさん使うと思いますがそう見せ方がなんか従順なスレイブとか結構なんて言うんでしょう、しっとり踊る曲とかもなんかダンスナンバーぐらいあんまりガチガチに踊ってたって感じで、研究生の時は見せ方とかも分からへんし、なんかとにかく必死に踊ってたみたいな感じだったから、今ならそんな必死に踊らへんやん、必死に踊る曲じゃないってことは今なら分かるから、今踊ったら結構もしかしたら意外と楽なのかもって思うかもしれない。でもあの時のあれを忘れてるだけで体力は結構使ってる、でも使ってたな、夢逃げ目もね結構アンコールがしんどかったイメージがあって、特に夢は逃げない、そっからめっちゃ曲が続くところが結構はっはっみたいな息切れしてたから、確かにアンコールのことを考えたら結構体力使うかも、やりたいな、またいろいろ昔の公演とかなんかたまにすごい懐かしくてやりたくなる、 B2 の、2番目のドア公演とかなんかやりたいなって思ったり、やっぱ今ならさ上手に踊れるからさ、そのダンスが上手いとかじゃなくて、昔より踊り方とか分かってるやん、その今の自分で踊りたい、昔の公園懐かしいな、たまにね本当にリバイバルとか見ますよ、錬金はバックダンサーね、本編は出てないけどバックダンサーは出たよ、ちょっとだけ今でも対角線踊れる、宇宙ライブも確かにやりたい、やりたいけどまあ言うて最近なんで、でもサダのチーム N でちょっと集まりたいなみたいな気持ちはやっぱありますよ、本編は出てないね、対角線もう対角線もなんかようわからんとやってたからバックダンサーないよね最近、ね本当はねそのナンバーライティのグローリーデイズっていう曲やってるんですけど、グローリーデイズって本当はバックダンサーある曲なんですよ、それでナンバーライティ公演の時本当にバックダンサーをつけてやる予定やってんけど、まあ初日までのもうリハ期間がすごい短くて板なしでやってみたんですね、板なしで進めてて、でまあ時が来たらバックダンサーつけようかみたいな感じ言ってたんですけど、なんか気づいたら1年ちょいぐらいバックダンサーなしでもやってるんですよ、千秋楽とか迎える時につくんかなバックダンサーその時がね来なくて、全然いつ時が来るんやろとは思ってるんですけど、いや確かにね私たちもね本当に
カツカツのスケジュールだったんで、ワックダンサーの分のスケジュールまで組めないぐらいのあれだったんで、なんかそのまま気づいたら今に至ってるんですけど、なかなかね、ショートカットの夏やりたいな、心身。ワックダンサーあったよね、あの曲。あれ懐かしいな。普通にやりたい。あの歌う方で。ワックダンサーじゃない方でやりたいな。諦めないハート。ショートカットの君に恋して。人夏すぎるのだろう。もう先生髪伸びてんな。髪が伸びたら、私8月2日にお誕生日を迎えるんですけど、ここだけの話、カラオケ配信をもう超何億年かぶりにしようかなと思っているので、お時間とかは全然未定なんですけど、ぜひ待っててください。シンシンステーションっていうなんか名前のシンシンのカラオケ配信をいつも研究生ぐらいの時にやってたんですけど、ちょっと久しぶりにやってみようかなと思ってるので、ぜひ8月2日楽しみにしていてください。ルームスも配信します。ルームツアーちょっと迷ってて、いつしようかなって、まず日付変わる瞬間はしたいなって感じで、ルームスね、あ、カラオケ配信はショールームです。で、うん、その誕生日中にもでもできたらいいなって感じやけど、そうスケジュールを見ながら、スケジュールっていうか、まあ、別にそんなないねんけど、まあ次の日ね東京行くし多分早起きやと思うから、そう1から2のカウントダウンを配信しようかなと思うんだけど、1が公演やから多分結構短い時間しかできひんのちゃうかなと思ってて、2日の夜もちょっとどうやろうなって感じで、考え中なんですけど、まあ、とりあえずショールームでカラオケ配信しようかなと思ってるので、あ、ゆいな誘いますよはい、まあ8月2日にカラオケ配信します。1日にルームスで配信します。年越し、あ、違う、25歳納めみたいな配信したいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。あ、ゲストなしです。ユイナはプライベートで誘うだけです。ゲストなしです。一人でカラオケします。カラオケ大会。ぼっちカラオケ大会。来てください。お待ちしてます。ちなみに28日は記念日やから忘れんとってな、みんな。7年目に突入するから忘れないでください。それではランキング見ます。
13位タカありがとうございます。12位ヨシありがとうございます。11位ロンドベルありがとうございます。10位恐竜さんありがとうございます。9位カノピーありがとうございます。8位ヘーゼルナッツありがとうございます。7位シンありがとうございます。6位野原しんのすけのすけありがとうございます。5位マツンヤありがとうございます。4位キノありがとうございます。3位トモタンありがとうございます。2位ツッチャンありがとうございます。1位タシマキ卵ありがとうございました。ありがとうございました。また詳しいことはまた SNS などで発信しますので。